ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日はこの間ありました2019年大忘年会、グループ式が行いました忘年会です。ゲストに吉崎博さんと前田博樹さんを呼ばれて、バンジョーとマンドリンの一緒にコラボしたゲストとしてコラボで出ていただきました。その時のことで思い出したことがあります。それは30数年前になりますかね、日本鉱山の労働組合が鉱山の古屋の里に、研修施設を作り、そして野外コンサートができる場所ができたんですね。そこに堀内さんとか呼びまして、屋外でコンサートをやったんですが、その時にナターシャセブンも呼んで屋外コンサートをやった時があります。その時ナターシャセブンのバンジョーのすっごい上手い方がおられましてね、私たちはコンサートの舞台の観客をぐっと取り巻くようにテントを張って、いろんなものを売ったり、いろいろ出ました。そのテントで私たち物を売ってたんですが、その時にナターシャセブンの方が来られましてね、テントをまずっと歩かれたんです、演奏しながら。その時に、バンジョーの方も来られまして、そうするとバンジョーを弾き出すとですね、仲間が来てね、音楽で楽器でコミュニケーションを取り出すんですよね。あの時最高に面白かったですね。音楽もすごくもう、ライブはもちろんですが、アドリブで、どん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 、こちら弾く、こちら弾く、どん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 本当楽器のコミュニケーションを始めてみましたが、すごかったですね。そのバンジョーの名手が今回ゲストで、吉崎博さんが、この忘年会に、グループが式が行う忘年会に来てくれたんでね、そのバンジョーの導入部分、オープニングを、ゲストのオープニング部分を見ていただきたいなと思います。よろしく。こんばんは。今日は大忘年会、クラブ式、大忘年会にお呼びいただきましてどうもありがとうございます。そしてクラブ式のメンバーの、今の4人の皆さんにも大きな拍手をお願いします。じゃあここからは、バンジョーと、そしてこの後、マンドリンの演奏を楽しんでいただこうと思います。今日はバンジョー初めてご覧になる方もいらっしゃいますか？あ、そうですか、初めてね。あとの方は家にバンジョーがある方ばっかりですね。ありますね。そうですか、そうですか。初めての方も、そしてね、よく私たちのコンサートを聴いてくださっている方も、聞いたことあるわというわけではなく、初めて聞いたような顔をして、ネタも付き合っていただければと思います。ありがとうございます。吉崎博です。よろしくお願いします。アメリカの楽器なので、アメリカの有名な曲、こんな曲からスタートしたいと思います。初めもう一つ出そうがね、じゃあ